ラーメンライスラーメンライスはラーメンとライスを組み合わせたセットメニューのこと。ラーメンに飯を添える理由はラーメンだけでは量を満足できない客に向けたものと考えられている。単に食べる量を増すだけなら麺を増やして大盛りの。北海道札幌市のラーメン店味の三平はかつてラーメンだけでは足りない客に飯を出しており若い客が ラーメンライスと注文したことが全国に広まったことがラーメンライスの始まりと語っている。その他、東京都新宿区場場下町の蕎麦や三佐庵の品そばライスが元祖という説もある。塩気の強いラーメンのスープが飯のおかずに適しているとの意見もあり、味の濃い徳島ラーメンはラーメンライスで食べるのが標準的とも言われる。ラーメン店によっては、 ラーメンと飯のセットに加え、漬物などのサービスが加わることもある。貧しさの象徴として、劇画や漫画などによく登場するメニューであり、世間定を気にする人は、このような取り合わせを決して選択しないとの声もあるが、そもそもラーメンはそれ自体で一つの食事をまかなえる料理であり、それを飯に対する服飾にすることは、豪華な食事と言えるとの解釈もある。 1985年6月には、普通のカップラーメンと乾燥米を別々の容器に入れたラーメンライスが丸か食品から発売された。ラーメンを飯に対する汁物、ラーメンの麺をスープの具材とみなし、麺を飯の上に乗せる食べ方や、ラーメンの麺と飯と別物とみなし、まず麺の実を食べた後、残りの具とスープを飯のおかずとする食べ方などがある。 上品な食べ方とは言えないが、スープにご飯を入れて食べるものもおり、店によっては、おじや風にして、食べ終わることを推奨している。栄養学の面から見ると、炭水化物を中心とした主食同士の組み合わせである、ラーメンライスのような食べ方は、炭水化物の過剰摂取によって、肥満や糖尿病を招くなどの否定的な意見が多く、必須脂肪酸やビタミン、 ミネラルといった重要な栄養素が不足するとも指摘されている。ただし、栄養素の不足については、ラーメンとライス以外の副菜を注文することで補うこともできる。松本霊士が描く漫画作品には、元祖大四畳半大物語、男を挑んだなど、ラーメン単品は、もちろんのことラーメンライスも登場することが多い。男を挑んでは、主人公である。 大山翔太の行きつけの中華料理店、紅楽園のメニューとして、ラーメンライスが登場する。大仙は、スープを残して食べたラーメンにライスを入れるのが、ラーメンライスの正式な食べ方だと作中で述べている。なお、男井戸は、松本の下宿時代の自伝的な性格を帯びた作品とされるが、松本の自伝、遠く時の和の接するところによれば、実際には松本が、 ラーメンライスの存在を知ったのは、下宿を出た後のことであり、下宿時代には、ライスとスープを汁かけ飯にして食べていたという。福谷隆の作品、独身アパート独ダミソでも、主人公の堀尾夫が、ラーメン店で、おいどん定食ね、と、ラーメンライスを注文するシーンがある。グルメ漫画として知られる。 美味しんぼでは、前述のように麺を飯と共に食べたり、ラーメンの具である海苔やメンマを飯のおかずとする食べ方が紹介されている。ありがとうございます。